これから売り肌改善についてお話しします。まずこの売り肌改善の花はですね、5月から6月頃に、緑色の花が咲きます。次に大きさですが、通常8メートルぐらいのものが多いんですが、中には10メートル以上に大きくなる、ウリハダカエデもあります。また特徴はですね、この葉っぱは、食用になります。ですので食べることができます。次に、常緑樹と落葉樹に分けますと落葉樹の仲間になります。また成長が早いか遅いかに分けますと早い仲間になります。次に剪定の強さですが、このウリハダカエデは、強い剪定に耐えることできません。それを踏まえまして剪定のポイントですが、ウリハダカエデはですね、剪定はあまり好まないですので、形を整える程度の、剪定をすることがポイントとなります。料金は高さが2メートルで3000円かとなります。